行こう、その一歩止めないで、繋いでいけばきっとたどり着ける。信じて突き進むんだ、決して諦めないから。サガン鳥栖、そして桜マラソン大会アンバサダーに就任しました高橋良樹です。今度は4年ぶりに桜マラソンが開催されるということで、本当にワクワクドキドキしている方々も多いと思います。マラソンは自分に対してのチャレンジであったり、健康であったり、いろいろな思いがあると思いますし、何よりこう佐賀県のことを、佐賀県を走ることによっていろんな気づきがあると思います。それも本当にマラソンの大きな醍醐味だと思いますので、大好きな佐賀県をぜひ僕と一緒に走りましょう。